こそサムズキッチン。ここで私たちはベロのマッサージをする食べ物でね。いろいろマッサージの仕方があるだろう。指圧とかロミロミとかスウェーデンとかいろいろあるけど、私たちは食べ物を通して体の中をマッサージする。お腹の中をマッサージする。いろいろここでやってるの。ステーキもあるし、健康的なものもある。オーガニックサラダも作ってるし、食べて気持ちいい食べ物、ソースとか全部ゼロから作ってるから、実際何が入ってるか全部わかる。で、僕が食べるものだ、息子にあげるものだから、自分がいいと信じてる。間違える時もあるけど、できるだけ間違えないようにしてる。大体おいしい健康なものだし。そうだね、いろいろここあるわ。場所として集まる場所はやっぱり食べ物の周りにみんなが集まってくる場所だから、レストランとかみんな食事して。人間って不思議なの、なんか間が必要。ただこう人に出会って座って喋るのが難しいみたいな、人間にとって。だからコーヒーを飲んだり、お茶を飲んだり、ビール酒飲みに行こうとか、なんか人間と人間の間に何かが必要だな。まあレストランはその一番基本食べ物だから、みんなこの食べ物を使って仲良くなるっていうのもあると思う。まあお茶もいろいろそんなあの使いのものもあるけど、食べ物は終わってから幸せになれるかな。どんなにイライラしても、彼女と喧嘩しても、一緒に食事してすごい美味しい食事行ったら、ねえそんな大したもんじゃなかったんだって。まあお茶もそうだろうけども、食べ物の方が強いかもしれない。ユーゾーのうどん売り切れで美味しいから、ね、美味しいから。そう、さぬきうどん使ってる。ちなみに日本全国回ってあちこちの蕎麦が美味しいのは気づいたけど、うどんがうまいのはさぬきじゃない、四国じゃないとダメ。残念だから、みんな日本の四国以外のみんな頑張ってほしいけど、四国のあのうどんは最高だと思う。あちこちの美味しいものあるだろうけどね、え、いいものもあって、やっぱり旅して一番楽しめるのは食べ物だと思うし、人間関係もあるし、実際その場所を自分に入れることは食べ物だから。例えば僕の店で食べ物を食べると、ハワイの太陽で育った野菜とか、ハワイの雨で元気になった野菜とか、それが自分の中、食べると自分の中に入れてるから、実際ハワイの太陽とハワイの土とハワイの栄養を食べ物を通して自分に入れてるから。これ僕にとって旅あちこち観光したりするけど、写真撮ったり観光スポット行っていろいろやったりするけど、一番楽しいのはやっぱり食べ物。タイ行ってもタイの食べ物とか、ロシア行ってマクドナルド食べても意味がないから、そのあちこちのちょっと珍しい部分を食べるのがいいと思う。でハワイ来るとちょっと私たちの味もみんな味わえたら、ちょっとハワイ気分になれるかな。でハワイ人みたいに大きくならないと、ハワイ来て痩せちゃダメ、何も言うにも痩せちゃダメ。ありがとうございます。 Thank you.